は何ああとりますあそうですね、えー。フィリーですね、やっぱドラマー的に言ったらね、まあ。フィリーが入ってるアルバムで、ブルーノートでまず大好きなのは、あ<ー>ソ,ソニー・クラーク・トリオ。きました。これ、まあ皆さんが割とクール・ストラッティン、もうクール・ストラッティンも僕は好きなんですけど、僕、これが大好きです、ねいや。まあ、ドラマーはこっちでしょ。うん、そうですね。ドラマーはこっちでしょ。<laughs> ね 美味しいしネタだらけだし嫌らしい言い方するとでももうフィリー好き勝手でやってても聴いてる方もめっちゃ楽しいって感じですよねやっぱりねよく言われてるのはあの海外のドラマなんかも指摘してるのはそのアルバムのソニー・クラークの八分音符と、うん、そのフィリーとポール・チェンバースで紡ぎ出してる、うん、その八分音符のフィット感がいい、うん ああっていうまあフィッもうこれぞリズムセクションみたいな言い方されてるけどああなだからそれぐらいやっぱりそういうことなんだよね。なそれこそソニー・クラークなんて、うん、ほらまあ本国アメリカではそれほど人気ないって言われてる知ら、うん、れてたわいで言われてたわけでそれこそ日本はジャズ喫茶で、うん、ジャズ喫茶の なんだろうそういうとこで書けるのにすごく良かったから、うん、すごくそのソニークラックトリオが日本では流行っちゃったけど、うん、アメリカはもっとこう起伏のあるダイナミックスがあるあのトリオとかが流行っちゃうからいまいち評価されてなかっただよねあ<ー>まあそれで実際これ割と本当の話で割と90年代俺演奏してアメリカ人とまあ演奏したりするじゃんそうするとみんな言うのは 東京でそのまあ CD ショップ行くとソニークラークの CD が買えるからいいとか言っちゃってああなかったあんまりなかったみたいだけどソニークラークはだからよくね日本人がさソニークラークはあの何日本人がむしろ見出してそれが本国で流行ったんだって言うけど 本当かよっていうふうに聞こえるけどああながち嘘でもないんだよねそれはうん、うん、でもミュージシャンにあんだけ誘われてるってことはそのプレイヤーとしてはあのやっぱり買われてた部分あそうそうそうやっぱりミュージシャンとミュージシャンだから、ね、だからミュージシャンが例えばそれを聴いた時にうん、うん、あれいい,いいトリオじゃんとか、うん、いいピアニストじゃんって思ってやっぱり、うん、だからさっき言った俺の言ったのもミュージシャンだもんね買っていくの、うん、そ,うそうですよね結局であの八十 7年のマウント・フジ・ジャズ・フェスティバルでジャッキー・マクリーンとウッディ・ショーがールスト・ラッティンやったときにお客さんがうわーって盛り上がった,っったね。あのとき、アルフレッド・ライオンがブルノートの社長が来てた最後の来日、もうすぐ次の日に来てよく知ってんね、<今>そんなことなな。なくなっちゃうんですけど、それ聞いて、なんでこんな曲でこんなに日本は盛り上がってんだっていうぐらい<ー>本人も,もう別にあれだったっていう話を聞いたことがあります。へーすごい まああのね映像、ビデオ、残ってるもんな残ってますね、とてもいいですね、ビディ・ヒギンズですね。うん、あれねソニークラ b は、ビディ・ヒギンズだったっけそう、あのどの。s,、うん、<S シダー・ウォルトンと、バスター・ウィリアムスと、ビディ・ヒギンズです。8 7年。すげえな、それ。ドリームチームじゃん。ね、ドリームチームですよね。へ<ー>映像今、今もたまに見ますけどね。すごい楽しいですよ。いいね。 ソニー・クラークは、だから、あとデクスター・ゴードンの GO とか、はいはい、あとは、あれもそうですよ。同じデクスターの、えっ、ー、と、ソイ・カリファンが入ってるアルバム、なんだっけダダダダパッパラッ赤いジャケット。もうジ、じじ、はい,はい、はい、ジジになってきてあ,あと、スインギン・アフェアだ。スインギン・アフェア。おー、それね。あ、それ、そんなタイトルだっけ、うん、そうそうそう。これ、ソニー・クラークとビリー・ヒギッツなんですよ、これも、ね。うん。 もういいまあデクスターいいですよね。これねなるほど、ねえ。それもブルーノートでしょゴーも,これもちろんブルーノートですね。ゴーもまあまあそれはね。ーーでこれもソニー・クラーク。デクスター・ゴードも出てきてなフィリーちょっと。そうですね。まあデクスターほらあのヨーロッパに行ってバド・パウルとかと一緒にやったゴーっていうゴー、うん、じゃないやあの。あの アーマン・イン・パリスとかね、ありますね。あれも、あれケニー・クラックなんですけど、あれケニー・クラック研究するにはすごくいい,い,いかな。いいアルバム。さすがよく知ってんね。そのアルバムはあんまり知らないけど、まあほら、うん、それそれが映画になっちゃってるわけでしょ。そうそうそう、ラウンド・ミッド・ナイト。ラウンド・ミッド・ナイトにね,ね。ありましたね。そういうことでしょう。今の学生とかやっぱりさ、全然知らないからそういうことを。まあ、まあ、しょうがないとも思うけどね。 逆に俺今なんで死んないのとか下手すりゃさマイルスは聞いたこと名前だけ聞いたことありますぐらいの人って結構いっぱいいるんだけどまあまあ俺がほらね俺たちが学生だった頃ってマイルスがピンピンだったのピンピンだった上にそのすごいね黄金のクイーンってやつは60年代っ って二十年ぐらいしか前じゃないもんな。うん、そうですそうですそうなんですよね。うん。今の人たちから見たら五十年ぐらい前だから。<laughs> しょうがないよね。そう、しょうがないです。そうなんだよ。俺が八十年代に千九百三十年代の音楽知ってるかって知らないもんな。なんか名前は聞いたことあるぐらいしか知らないもん。しょうがないな、まあ、だから。 だからしょうがないからもう、でもやっぱり授業だと言う言う、やっぱりちょ,ちょっと言いますね、これ、こういうのがあってき、もし見るチャンスがあったら見た方がいいよってああ、そのラウンド・ミッド・ナイトをね。映画の紹介、もう、映画ももうこんだけ経ってるから、僕らの,の青春で見た映画から、やっぱりそれこそ30年、50年前には、今だと50年前の映画とかになっちゃったりするわけじゃないですか、ねうん、そうだね。もう、みまあ、全部なんか見れないわけだから、ね、そうだね。 まあただ今本当逆に言えば我々が見たこともないような映像を YouTube で見れるからね。いや、そうそう。それは本当そう,う。本当に。え、こんな映像あったのこんな映像あんのえ、これもあんのみたいなさ。だいたい白黒のマイルスでポール・チェンバースがいてジュミー・コフがいてっていうの初めて見た時めちゃくちゃ感激しましたけど、ね、今みんなそれが当然、そんな見れて当然、ね、見れて当然だしね。クリフォード・ブラウンの

まあやっぱり我々にしてみればやっぱり60年、うん、50年代、60年代だよね。そうそうそう。ビレッジ・ヴァン・ガードによるソニー・ロリンズ。これエルヴィンのはい,はい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 。ウィルバーウェアのトリオですね。これね。完全にあのトリオの。エルビン。これはもうエルヴィンですよ。よく聞きましたよ。もうこれよく聞いたももあれ、それ何年だっけ初めて何年それ何年これ57年かな、6本。57年なんだ。ねえで、58年発売だと思うんですけど。 これは僕は高校の時に初めて買ったレコードジャズレコードですから <laughs> でも57年ってあのオーバーシーズって何年あれも50あれ何年かな57年とか6年とかその辺だとそのぐらいのねとと同じぐらいだと思うエルヴィンがこう少しこうシーンに出始めた頃なんだろうねそうそうですで僕このアルバムから結構エルヴィン随分こうアグレッシブにぐにゃっといくな っていう感じしてたんですけども、それ以前のエルビンって何枚かあるアルバムにレコーディングしているのはあるんですよ。あ、本当？え、<laughs> 何があるの？例えばサジョンズお兄さんのサトジョーンズのアルバム。それぐらいしかないでしょだってサト。ええー、えあと J.J.、ね、ジョンソンのクインテッド あれじゃなくて、サドとやってるやつってあるサドとやってるやつは多分そのエルヴィンとやってるのはそ,のそれぐらいしかないでしょうん、それしかないです。あれすごくいい,いいですね、あれね。そうだ、いたのは覚えてるけど、どんなんだったか忘れちゃったもん。ちょっと今出てこないかな。56年っていうのはそのヨーロッパツアーに JJ ・ジョンソンと一緒にエルビンは行ってるんですよ。そうそうあれもオーバーシーズンで、まあ。それ多分あのオーバーシーズンですよね。うん、で、56年のライブ版もあるんですよ。その JJ のバンド、ボビー・ジャスパーとトミー・フラナガンとウィルバー・リトルかな。で、えー、まあだから56年がそれ,それで、あとダイヤル JJ5 っていう、これブルーノートじゃないんですけど、ね、コロンビアのこれ。よく全部よく全部持ってるね、しかし。僕今日だってこれやるってことで一応ね、いろいろね、しあれしたんですよ。うういす出してこう、すぐ出せるように。<laughs> うもう大変なお部屋掃除したんですけど、私あ日。<laughs> それは申し訳ない。いやいやいや、いいです、いいです。<laughs> これ、これ、やっぱりそのエルビン、若いエルビンです。ああ、そうだね。それがそのメンバーだったでしょだから、そ<う>オーバーシーザー。オーバーシーザーはこのトリオですね、うん、このリズムセクション。ね、<で>ついでに取った感あるけど。多分、ついでに取ったんですね。<laughs> ねで、なんかどうも、<laughs> スネアの裏が破れてて、ヨーロッパですよ、あれ取ってんの。ああ、 えー、ブラシしかスネアが破れてたからブラシしか使えなかったとかまと、あ、し、まあ、やかな話をいや俺その話をエルヴィンに直接聞いたんだよ、うんうんうん、それ大<れ><だ>阪に聞いたんだっけ嘘なんだ嘘だってあそっかじゃあそれはもう年でい,いやわかんないエルヴィンも持ってる可能性あるからね、うん、<laughs> エルヴィンは誰がそんなこと言ったんだって、うん、俺はカ島さんからその話聞いたの、うん、こカラシマさんから聞いたんだけど で、誰がそんなこと言ってたんだっていうから、<laughs> あの文夫が言ってたっつったらさ、<laughs> うん、もう文夫はもう話作ってるんだっ,って。で,でいや、あのアルバムはブラシでやるのがいいと思ったから、うん、全曲ブラシでやったんだって。で、唐島さんが言うには、その当時、革のヘッドだったから、革、うん、って破れると、革って縫ってたんだよね、昔ね。うん、あの、革って破れたからよく縫ったりしてたの。うん、だからそういうのがめんどくさいから、そのままで。 やったっていう話はからしまさんからそう聞いてエルビンはそたでかエルビンは否定しですねエルビンはそれはないあれはブラシでやりたくてやったんだって言ってたけどねまあわかんないまあもうどっちもどっちも本当ってことにしておいたほうがいいですけどねうんうんまその JJ のバンドの前も一あって実は55年の録音っていうのも一番あるんですよマイルスでやっ ちょっとね、今、俺それでゴードも CD をもってたでしょそれも、うん、その話は聞いたけど、どんなアルバムだか全く知らない俺。黄色いジャケットのやつ。<ー>じゃあ今、調べておけばよかった。いやいや、まあいい、全然。後で調べておいてもいいし。いやミンガスとやってる。ベースミンガスで。うん、でも珍しいんですよ、マイルスト。 で、それが多分、俺が知ってる限りではそれが最初なんだけどももしかしたらエルヴィンの,こあの研究者とかもいやいや、もっと先の前もあるよっていうんだったらあるのかもしれないんだけど、まあね、そこを聞いた時に思ったのはその、アイディアとかはもうでも一緒ですね、最初から。プリリズミックなアイディアと。なるほどね、うん。だから若いうちから同じアイディアは全部一緒で。で、かつ、 57年以前はすごくきっちりしてる。ああ、うんうんうん。ルディメンタルな部分をものすごくしっかりきっちりやって、タイムもものすごく正確で、そのエナジーでガーッといって、ぐにゃーってなるようなところがほとんどないまあいうか。まあ、でも、でも、ぐにゃーっていうのがすごく誇張され始めたのって、やっぱり70年代以降のような気もするけどね。 まあまあそうですね、まあまあまあ、エルンも,まあまあもちろんあのコルトレーンとやってる中で、うん、そどんどんそうなってったっていうのは分かるけど、うん、コルトレーンとやってる最初の頃なんかもやっぱり70年代のそれと比べればだいぶ整理されてるもんだからそのデフォルメこなんだろう、うん 自分のデフォルメが始まったのって70年代のような気がするんだよね、うん、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ、60年代はその薬とかなんかいろいろでそういうふうになってんのかなとかも思ったりしたんだけど、それら <laughs> 兄弟仲悪いんだよね。ああ、お兄さんは真面目だけど、弟がやんちゃだからってことね、うん。弟はもう手の焼ける弟っていう感じだったみたいよ。まあ <laughs> 晩年もだから最後の方で2000年超えてから一緒にレコーディングするのはさギリギリまで嫌だったっていう話も聞いたことありますね。あのー、いやそれもね俺ハンクから聞いたんだけど、うんうん、ハンクが言うには、うん、まあハンクが熱望したみたいだねやっぱりサド・ジョーンズが死んじゃったからでサド・ジョーンズとが死んじゃったから、うん、その兄弟全員で録音したのがほとんどないと。ああなるほど。うんえー その時に言ってたのは、やっぱりエルヴィンも本当にすごいミュージシャンだし、うん、あの一緒にやりたいって言ってたんだよね。うん、ああ、そうなんですか。うん、で、ほら、グレートジャズトリオってさ、トニーが亡くなったから、うんうん、でその後でしょそうですね、その後。エルヴィンに頼んで、エルヴィンもやったんじゃない、うん、?60 年代ってあと、他何やんだまあ、翔さんが。 ショーターですねショータータもだからこれはショーターのファーストアルバム「ナイトドリーマー,<あ>ーそれってファーストアルバムなのブルーノートでのねああそっかそっかそっかうん、うん、あの BJ にあのジルミ・コブとかウィントン・ケリーとかとやってるのはありますけどブルーノートでのファーストアルバムはこれで、うん、これはだからマッコイとレジー・ワークマンとエルピンとリー・モーガンですよね このアルバムのすごいところは、マッコイ・タイナーは ETC なんです。そう,そう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 。<laughs> マッコイ・タイナーは格一番格下なんだよね。格下なんで、この時点でね、多分ね。そうなんだよね。名前が出,出てないよ。そう。いい他にもあるよね、<う>確か。ありますね。ううこれ、でもまあ、しょうがないね。若者なんですね、この頃のマッコイね。そうなんですよ。 ここれもいいい,いでですすよよね、ね、エルビン素晴らしその頃はエルヴィンが割とねブルーノートのハウスドラマー的だもんね。そうですね。いろいろやって、ほんといろいろやってます。もう言い出したらもう、うん、キリがないぐらいよく聴いたアルバムいっぱいあるんですけど、ジュジュもそうだし、あのスピークのイーブルもそうですね。あまあ、まあ、その頃のさ、やっぱりさ、まあまあ、ドラマー的な観点から言うとさ、うん、割とやっぱりその、コルトレーンのアルバムで聴かれる、 ドラムのサウンドの、まあミキシングの観点ね。別にその、コルトレーナインパルスじゃんそうですね。インパルスってエンジニア誰なんだいや、あれもバンゲルダーなんですよ。あそうなんだ。そうそう。あっちもそうなのそう、あっちもそうなんか印象が違うんです違うんですよね。ほんとそう、そうなんですよ。違うよね。あそうなんだ。俺、てっきりさ、インパルスの方は別のエンジニアなのかと思ってた。あれもバンゲルダーなんだ。だけど、印象が全く違う。そうだよね。 やっぱりブルーノートはブルーノートサウンドがあるんだね多分こういう<あ>ブルーノートの仕事の時はこういうサウンドにしようとしまあ分かんないそれもう本人に聞いたら絶対違うとか言いそうだけどんなんかあるよねインパルスの方がクリアなんですよねそう,うん、うん、その通りだから俺違う人かと思ってたよ 同じ人だけどなぜあんだけ違うプロデューサーの思考とかがあるのかあそうだね。プロデューサーの思考はあるだろうね。当然ながら。インパルスはほぼ僕、シールっていう人がずっとプロデューサーった。そうだよね。だから、それはあるのかもね、うん。これを大阪さんが昔ね、あの紹介してたじゃないですか。これが、これこそ60年代サウンドって、エビサウンドっていうなんかの本で俺も読んで。 そうだよなあ俺それは散々聞いたよ。いいこれいいっすよね。とてもいい。うん、めちゃめちゃかっこいいもんね。かっこいいっすよね。またその上辺とケニー・ドーハムがまた一つ時代的にはちょっと手前なんだけどそれがまた良かったりするんですよね。そ,のそう一つ手前でちょっとこう不安定なんだけどさ。<laughs> <laughs> この時代のゾンたいに <laughs>。 いきなり1曲目からすごい全然合ってないんだけどま,まあトランペッターに言わせると音域が高いっていう<ー> <laughs> 上編の曲が音域がトランペットには高いというまあ、ね、これでもほら「パンジャブとか「セレ l ティとかもう青春のブルーノートサウンドですだ、ね、からもう人気曲集まってるもんなそうですねもうほんと上編サウンドあだからさっきまでのなんだろう ショーターサウンドっていうのとまた違う。上辺サウンド上辺サウンドの。人気曲がガッと集まったアルバムだよね、それもね。そうですね。またこの謎のリチャード・デイビスがさ、謎なんですよね。ああ、そうなんだよね。<laughs> 面白いよね。面白いですよ。この人でもすごいクラシックとかちゃんとやって、ちゃんとサラ・ボーンのバックもちゃんとやって、ちゃんとやってんだけど自分の、だから。ニューヨーク・ィルもやってたよね。そうそう、サウンド、自分のやつになるとすごい。 うんまあまあ面白そうな人だけどねなんかね一緒にやったこととかはない,んですかあない一緒にやったことはない見たことあるけど何度もうーん、見たのは何度もからしまさんがそれこそ亡くなったからしまさんがリチャード・デイビスだけは何度もやったが一回もわからんかったっていうなんかビヨンビヨン言ってるしねんかう <laughs> んうんうか、うーんもうう <laughs> 何度もやったけど、あいつは分からんかったなって言ってた。まあね、うんまあ。まあでも、エルビンとリチャード・デイビスっていうのも、コンビとしては一時期、一世代だよね。よねまあその。ねのねうん、ヘビーサウンズとかのあたりの、こう、ぐにゃぐにゃ感。うん、だからそこら辺はやっぱりデフォルメされたエルビンあると思うんだよね、うん、ものすごく。うん うん僕ね、85年のエルヴィンのジャズマシーンの映像をよく見るんですけど、シ島さんがいて、リチャード・デイビスがいて、<ー>ソニー・フォーチュンとパット・ラ・バーバラがいて、それで花嫁人形とか30分とかやってるんですけど、でもね、昔、昔ね、そういう長い演奏ってすごい苦痛だったんですよ、実は。い<や>最近、それがすごく見れる、見れるとか、いて楽しくなっちゃったわけ。 なん何が分かったかというとその、彼らは音楽をやることは喜びでしかないっていうのが分かったわけ。そ,のそこで純粋にや楽しくや、やれることが楽しくてしょうがないっていうから楽しいからもう終わらないってやつ。終わらないんで、うん、そうそうそう。で、それが、それを感じた瞬間にね、もうそういうのを聞くの全然苦じゃなくてな、ああ、すげえな。なるほどね。うん、エルヴィン・ジョーンズですよ、うん。面白いね、その見方も。 僕はだからその最初の頃は大阪さんに会う前はエルヴィンもちろんちょっとは聞いてたけどどっちかというともうそのもっとハードワック派ビリーとかねあのよく聞いてたんですけどまあ大阪さんとかと会っていろいろ話聞いていくうちにエルヴィン・ジョーンズトニー・ウィリアムスもよく聞くようになったんですよ。それ割とその25ぐらい5過ぎてくらいからなんです僕は,はあまあ俺なんか逆だもんな <laughs> もう最初に見たのがエルヴィンだからさああああもうそっからスタートしてるからね、うん、だからそっからの後ろ,後ろに戻って始まるんだも、うんエルィンズもうとにかくやっぱりいっぱいあるんだけどもうまああんまりもういっぱい、うん、あと1枚だけで言うとなったらあの、ね、グラント・グリーンのね「I want to hold your hand」っていう。 あのビートルズの曲をやってるアルバム知りませんかオルガンのラリー・ヤングと、ハ<ん>ン,ン,ンク・モブレーと、えー、っと、ブラント・グリーンとでやってるのがあって、それがすっごい、あの、コルコバードとかエルビンがやってるんですよ。エルヴさんのバ結構不思議なビートになってるんだけど。え、なんてアルバム あそれ、それがタイトル。あ、それがタイトル。そそう,そうあ,あ、もうなんか、ね、さっきまで準備。あ、すげえ、えー、そんなん俺見たことないな。俺とてもあ、とてもいいっすよ。あ、俺とてもいいですよ。あ、俺とてもいいですよ。あ<ー>、俺とてもいいですよ。あ、俺とてもいいですよ。あ、俺とてもですよ。あ、俺とてですよ。リーとてもいいですよ。エルビンジョーンズへーとてもいいですよ。あ、ね、俺とても 全然知らない。ぜひ聞いて。あ、でも、コルコバードをやってるっていうの、なんかどっかで聞いたのはなんだそれか、やっぱし。これ,これだこれはもう。サッポロ、サッポ札幌札幌札幌一マってフレーズが出てこないどそう。そのグランドグリーンのフレーズなんかです。まあでも、グランドグリーン、それあるじゃん、ちょっと。<laughs> あのな、なんか、ちょっとちょっとコミカルな。あ,あ、そうそうそう,そう。コミカルな、<ず>ちょっと日本人の心をちょっと使う系の <laughs> <れ>コミカルサウンド。 あと昭和歌謡みたいな。昭和歌謡にいやいや、ややこう、<laughs> 彷彿させる何かが。うう <laughs> 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 うんそうそうこれ、ね、とてもいいです。あの僕はおす、もし,しあの、聞いたことないんだったら、ぜひ、聞いてください。いや、それはぜひ聞いてみよう。